ケイさん、レポストありがとう。ハートありがとう。フラペチーノありがとう。コンプおめでとう。ありがとう。そうなんですよ。コンプしました。400円もするガチャを。いや、コンプじゃない。誤解したからね。もう、パモが2回目出ちゃってさ。パモーって思いながら。パモ、君2回目だよって思いながら。タワーのお礼書いてないよね。私、あんまりごめんだわ。今から書きます。なんか、忙しい日々だ。まあそのガチャしたらニャオハだった。あ、そうなの。ニャオハお揃いだね。あるよニャオハ、ここに見えるかな、飾った。ここに、リップヌーロ、こんばんは。了解。また来た時言ってね。あと今日はポケモンカードを開封したいと思います。もうなんかお腹すいたけど、なんか我慢我慢、食べたい。なんでも何食べたらいいか思いつかなくてこの時間になってしまった。今日はバナナ食べたんですね。というかダンスの先生がおすすめしてくださったパン屋さんがあって、あんバターが美味しいみたいなって聞いて食べたんです。でとバナナが夜ご飯だったんですよ。夜ご飯、うん、十何時間で食べたんですけど、いやお腹空いて止まんない。お弁当が楽しみ。プレゼント届いたから送ります。え、私にってこと？ありがとう。お腹すいた。今食べたいのはオニオンリング食べたい。オニオンリング食べたいです。今日は UFO キャッチャーには行ったけどやってはないです。あとね、本通りの占いの人いたの。いたけどしてもらわなかったよ。なんせ占いをやめたからね、私は。今日ニャンニャンだね。オニオンリング食べたい。無理、食べたい食べたい。超食べたい。そう、占いに行くのやめたんですよ。本当ですよ。ゆいやん時間悪い。いや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 、どういうこと？こんにちは。だからなんかもう右がさ、なんか右絶対取り憑かれてるわ。右絶対、言い方が好き、ありがとう。右絶対取り憑かれてる。なんかここも痛いし、なんかもうここも痛いし、肩も痛いし、首も痛いし、除霊してもらいたい。
本当についてるのかな分かんないけど。太鼓の達人ちょっとやめようと思って、目を使うしすぎるし、めっちゃねこっちのめっちゃね右手のね運動がすごいんですよ。だからやめようと思ってやめてます。全然今日もしたけど2曲しかしてない。でもしかも調子悪い、最近やっぱ、ね、調子悪いから調子が良くなるまでねしないでおきます。そう、動体視力使うよね絶対。新庄ありがとうね。来金ね、広告のね掲載期間なんか1ヶ月ありましたよね。びっくりした私も。なんか10月ぐらいになるかもっていうのは聞いてたけど、そんなにみたいな、本当に10月じゃんみたいな。顔の向き反対にして配信してみたらうるせえ。1ヶ月間ずっと出るってことなのかな。そう、入れ替わりなのか分かんないけど、なんか入れ替わりっていうか、いろんな曲がこうパラパラ出る間に出るのか知らないけど。あ、でも動かないもんな。あ、いやどうなんだよ、よく分からんわ。どうなんやろ、ちょっと分かんないけど楽しみですね。写真撮ったので。怒ってないよ、うるせえって言っただけだよ。会話だよこれは。思ってないですよ。ありがとう。その期間渋谷たくさん通うの。ありがとう、嬉しい。珍しくも何ともないです。東京ツアーの時なんかもともと7月ぐらいの予定だったんですけど、その広告が記載できる期間がなんか入ってて、他のやつがで10月になったって言ってたので、そんな無茶なことは言えません。していただけること自体がすごいびっくりなことなので、しかも叙々苑までいただいて。やばいよね、叙々苑食べに行くの楽しみなんだけど、マジで。なんでこの時間って眠くなるんだろう。
同じ袋にするってことで自分も叙々苑でいける。いいねその考え。クワスでんかったん、あら、これパモ、これホゲータ、にゃおは、てか今日も暑すぎん、ガチで暑いんだけど、ありえんぐらい暑かった。落としそう、こう置いとった、まあ、いいか。いた、こんにちは。あなちゃんのおかげでポケモン詳しくなった。それは嬉しい、それはとてもとても嬉しいでござんす。うちももっと詳しくなりたいですね。モンブランさんまたありがとう。扇風機ではまかない、まかない、まかないっていうの、扇風機では無理だよこの暑さは。やばいよ、めっちゃお腹鳴ってるんだけど。いや聞こえないんだよねきっと。札幌34度、え暑くない、わあ落としてた。札幌34度って絶対暑いよね。来季のここ見に行ってそのまま渋谷の叙々苑に行くツアーアンピーズしたい。しな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 、絶対喜んでみんなするじゃん。いいね楽しそう。10月どうなるだろうね、楽しみだね。天気悪いんだ、どこに住んでんだろう。広島いいよ、とてもほら、え、イヤホンでも聞こえた。聞こえたんや。聞こえる時と聞こえない時の違いはなんだよ。オニオンリング食べたい、どうしても。妥協してオニオンサラダでもいい。オニオンサラダでもいいから食べたい。エモシいらん、エモシはいらん。自分で作るかね。冷蔵庫何も入ってないんですよ。なんか最近泊まりが多いから買えなくて、で次の泊まりのことも考えたら買えない、そう一生買えない。こすっちまうぜ。香川一瞬豪雨で今晴れてる、あそうだったんじゃ。淡路島は玉ねぎ取ってきてくれるの、甘いね、いいね。ウーバーしたくない。玉ねぎの種まきする、どこに、土ないんだけど。土ないんだけど、ここに。昨日玉ねぎ買ってきてたくさんあるの、分けてくれよ。でも別に玉ねぎは待ってないの、玉ねぎサラダを待ってるだけで。玉ねぎ丸々1個はね求めてない、もう調理されたものを待ってます。わがまま。アロハありがとう、ひこりさん。
しこっこくん、トロピカルジュースありがとう。トゥトゥトゥルルルルルトゥルル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 ルクワッスが出るまでガチャ回そうってなったら、いや一回でやめようと思った一回だけ回そうと思って、それでクワッス出なくても400円だからさすがにやめようと思ったけど、パモが出てガーッと思って、いやもう一回だけやろうと思って、もう一回やったらやめようと思って、お財布の中もね800円しか入ってなかったからでやったんだけど、けど悔しくて悔しくてで4回回して、その4種類あって、パモとパモオレンジの子とホゲータとニャンホが出たの、こ3体が出て、次も食わす確定じゃん、確定ガチャじゃんと思って回したらパモ出て、あっと思って腹立ってそこを出て別のところに行って、別のところでもガチャガチャあって、そのガチャガチャやったら一発で食わせてきました。選択肢ミスった、最初からそこに行けばよかった。焼き鳥食べたい。あなちゃん毎日調理できるとか何のご褒美ですか優しい。香川の魅力教えてください。そうだなあ、あ今日ねナイスタンっていうね香川のやつがあるんです、香川の出汁があるんですけど届いたんですよ、ちょっと待って、待って充電器取れてた、つらっ、4種でコンプです。そうコンプしちゃったもん、確定演出あったのにそう400円で5回回した、悔しいよ。ナイスタウン半え、そう21時にアイスみたいな全国にあるじゃないですか、あれ行きたいんですよ、行きたい。てか今日私アイス絶対食べよう、クレープかアイス食べたかったのそうでもクレープは並んでたの、私が行きたかったとこバナナのとこなんですけど、でそんなそこまでして食べたくはないと思ってでソフトクリーム食べたいと思ったけど、そうずっとね気になってたところがあったの、じゃあね閉まってたの、そんなことあるって感じだよね。いいんだよ、今日のために行ってきたのに、私はそうだよ、イケコうどんだって美味しそう、何イケコって、半額半額グルメだって、ナス食べたい、あれナシ食べたい、コロネをメインに販売するテイクアウト専門店だって、美味しそう、今甘いの惹かれないわ、うわラーメン食べたい、ラーメン食べたい、今もうジャンキーなコテコテのものが食べたい気分です、もうお腹すいたんだけど
ご飯食べて 1時間も経ってないんですけど。あ、半額グルメ、9月に使えるやつじゃん。うまし食堂、瀬戸内の絶景が見渡せる食事どころ、うまし野の半額グルメが初登場。半額ってやばない？あ、1日5食限定だ、やばいやばい。いけるかしら。1880円が940円で食べるはやばくない？天ぷらだって美味しそう、やばくない？パンケーキ食べてきたの、いいね。え、これは何？オリーブ豚の薄焼き丼割りで。え、ピザ、はピザ、ピザ食べたいかも。ハンバーグ、え、何これ、何なんやろこれ、何の、え、これ何、ベストロフレンチアラカルトランチセット、あ、ピザ、ローストビーフ丼セット、一牛やさぬき盛り、オリーブ牛と黒毛和牛を炭火で楽しむ極上焼肉ランチ、うまそう、うまそう、超うまそう。1980円990円だよ、やばいやばいやばい、これはやばい。おにぎりランチ、わー食べたい、おにぎりランチ、こういうの食べたい。パスタランチセット、あ、ハンバーガー、ハンバーガー、ハンバーガー、うん、今めっちゃハンバーガー食べたいんですよ。これはですね、カフェコタニ、自動車施設併設するカフェコタニでは本格的なハンバーガーを提供。事前予約がおすすめって書いてる。美味しそう。ひまわり牛、万能町のひまわり牛を使用したジューシーなパティをって書いてる。美味しそう。1270円が635円だよ。美味しそう。ちょっとしるしるとこ、お腹すいた。もう寝れないね今日、お腹すきすぎて。昨日もお腹空いて寝たんですよ。昨日ね、レッスンがいっぱいあったじゃないですか。休憩時間なかったからあんま食べれなくて、食べる時間が全然なくて、そうだからお腹空いて昨日は寝たんですよ。だから朝お腹空きすぎてもう動けないってなったもん。おにぎりランチって水戸用の方、いや宅配嫌なんですよ、絶対に嫌なんです。おにぎりランチ、東かがわ市だ、逆だった。あ、ナポリタン、え、かわいいこの人。あ、ディナー、ディナー、刺身、ウバイチやりたくないよ。え、そう、21時にアイス、これ行きたい行きたい、22種類から選べるんだって、やば。行きたいんだけど、夜からしかやってないんですか？いや全然そんなことなかった。仕事終わりや飲み、え、仕事終わりや、あ、そういうことか。このチケットを使える時間決まってるんか、そういうことか。チョコバナナ食べたい、もう今日チョコバナナ食べたい気分だったんですよ私。ダラさんお疲れ、ありがとう。そう、チョコバナナ食べたい気分だったの今日、なのに食べれなくて。いや、スコーンだ、スコーン大好き。ああ知らんとこやった、ん、知らんとこやった。うん、美味しそう。そう、チョコバナナ食べたい気分だったのよ。いいとこ取りパフェ1500円が750円、ポンポンの。行きた、チョコバナナ、チョコバナナっていうかチョコバナナの組み合わせが食べたくなったって感じ。なんて言ったらいいのかな、なんて言ったらいいの、なんかチョコバナナパフェとかチョコバナナクレープが食べたかったの。そう、そういうの夜ご飯にするからよくないんだろうね。まあ今日は食べれなかったけど、焼肉食べたい。ピエン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 、うん、こんな感じ、香川のミルク。伝わったかな。
伝わるもんなんかな。見えてるの見ないで。うん、お祭りはもうないの？9月にお祭りはもうないのか。ないのか。ピーヤン。うんうん。香港か。いいね。確かにお腹が空いてるときにね、読む本じゃないよね。ルルルルよく読んでた。あ、そうなの？おもろい。いとこから今連絡して、ユニバってどんな服で行けばいいのってきた。かわいすぎない？え？かわいすぎるでしょ。どんな服で行ったらいいんだろうね、ユニバ。どんな服でもいいと思うけどね。おもろい。なんて答えようか。なんて答えたらいい？どういう服がいいかな。どういう服が好きなんじゃろう。知らん。知らんな。体操服？なんか TikTok ってあったよね、なんか。なんかあったよね。なんか、ね。なんかみんなで体操服で行くっていうやつをやって、でも本当はみんな普通に私服で一人だけ騙すドッキリみたいな。最悪じゃない？それされたらちょっと絶好だわ。大喜利始まっちゃう。そうそうそう、ウェイよ。9月ハロウィンのやつ始まってからポケモンのねカフェのやつグルメで出るんでしょ。私ずっと行ってもユニバ行ってもポケモンのやつやってないんでしょ。あ、ポケモン好きな人と行ってないから、なんか私もポケモン愛を出してないし、クワスいないからそんな愛を出してないんですけど、食べたいな。可愛かった、ゲンガーとか。うん、私ユニバにパジャマでも行きたいぐらい。ポケモンカフェ行きたい。普通にユニバ、ユニバじゃない方の、ユニバじゃない方、ユニバのグルメも出るっていう話だったんだけど、ポケモンカフェも行きたい。大阪あるし、東京もあるんでしょ。でも全然予約取れないんですよ。うん、どうやったら予約取れるんですかね。多分予約が始まって予約受付すぐぐらいが多分いけるんだと思うんですよ。けどそんな予定なんかね、そんな決まってないけん無理なんだよね。悲しい。ハロ、もうハロウィンだもんね。それな。ポケモンセンターはね、広島もあるから行くよ。よく行きます。私の聖地です。来季、そう、見に行くよ。ありがとう。よろしくお願いします。ダイさん、花だれ、私出ますね。ね。9月9だっけ ?9。花だれ、出演させていただきます。よろしくお願いします。私もついさっき知ったんですけど。夕食もう食べたんですよ、私。なのにお腹空いてるんで困ってるんです。テイセグさん、花ありがとう。大阪のポケモンカフェ、うん、行きたい、行きたいよ。でもなんかさ、一緒に行ってくれる人がわからんすぎてさ、一人さ、友達さ、行こうよって言ってくれた子がいたけんさ、そう、あれなんですけど、でもさ、その子以外さ、ポケモンどうなんじゃろうって感じ。わからんよね。チーカーとかだったらさ、みんな行こうってなるかもしれんけど、わからん。どうなんですかね。花だれ公園待ってます。その前の日もね、公園があって、私出るか知らないんですけど、本当に知らない。これガチで知らない。四国とスタジオのやつ、ぜひ
まあまだ申し込み始まってないから何ともいいけど、検討2日もしね、もう私出なくても楽しいからさ、2日検討して花だれ公演を申し込んでくださったら嬉しいですね。ベストだよね。え、でもちょうどいいんだよね、多分アリサさんとアヤパンの生誕祭で2人ともスタジオだから、ファンの人はね2日間とも来やすいじゃないかな。どうでしょう、よし出るか分かんないけど、9月の予定知りたい、私も知りたい早くなんか最近公演の予定はなんとかなんとかみたいなツイート見て、いや私も気になってるわと思ってたんですけど、ケンハーディアクありがとう、気になる。8月の予定はねとうとう出たので、全て明らかになったのでとうとうですね。そう、もう8月もう半分も超えていますけれども、8月の予定が全て出ましたのでね、楽しみでござんす。8月もう終わっちゃうね。8月もう終わっちゃう。え、それな、もちろんです、楽しみだね。でももうめっちゃめっちゃタイムリミットだよね。いや、どうなんでしょう、わかんない、広告出てる間に私卒業するのかな、わかんない、ちょっとそれがわかんなくて、どうなんですかね、わかんないんだね。どう思います、みんな。10月31まで来金の広告出るんでしょう。広告出てる間卒業あり得るんですかね、ありえないんですかね、わかんないです。でなんか10月1日から広告始まるじゃないですか、10月もいるんだねみたいな、よかったって書かれてたけど、いや10月はいさせてくれよって9月の最後のコンサートまで行って、その後の打ち上げ11月1日の出る予定だから、さすがに10月はいるんですよだからやめてくれよと思って10月はいますよと思って、ミシェルボイさん結婚してありがとう、いやどうなるんだろうね、そう、それが分かんない、21歳になっちゃうわ、やばいやばい21歳になっちゃうわ、もう樹里さん、ハートありがとう。大きくなったのは私ですか？ありがとうございます。3、4、5、6、7、8、9、10。レインボースタータワーありがとう。キャン、ありがとう、レインボースタータワー。ありがとうございます。名古屋ファイトだよ明日ね。そう、明日ツアーのびっくり、タワーの腕を描きます。これじゃない方がいいかな。そうだね、アンプの配信本当に好きだから見えなくなるの寂しい。そんな言ってくれるの嬉しい明日名古屋、ちょっと筋肉痛なんだよね。てかメンバーみんな言ってた、直したいね、直したいねっていうか、もっと筋肉痛になるのかな、わかんないけど。
リアチューとユニアンがアナちゃん出る公演見に行く約束してる。嘘でしょ、やめて、恥ずかしいから言わないで。そうなの、嬉しい、嬉しいけど恥ずかしい。ちょっと緊張しちゃう。そうなんだ、嬉しい。嬉しいね、そう言ってくれて。名古屋2日間とか福岡で疲れたまりにくいかな。どういうこと？2日間だからどういうことや。でもね、夜公演しかないんですよ。だからなんだろう、アンペの配信たまに面白いか、僕も好きです。面白くない、別にそのコメント面白くないかな。尖り。嬉しい。私の家さ、荷物多くてびっくりしてる。超びっくりしてる。今日片付けしたんですよね。なんかすごい多くてびっくりしました。びっくりなんですよ。なんかぬいぐるみもさ、自分ツッコミクマだけ残してるんですよ。それを持って帰ろうかなと思ってて、だってさ、なんか使ってるわけでもないからさ、今日 23? 今日 22? 普通大丈夫じゃない、なんか、大丈夫じゃない、ずっとなんかよろしゅうないです。どうしたらいいですか。ずっとここがずっと痛い。アンペの部屋宇宙だと思ってました。ありがとう。こんなのあったっけっていうか、うわやばい、これもここもかみたいな、ここも片付けなきゃなのかみたいな感じ。なんて言ったらいいんだろう。今日のリュックあるよ、まだ持って帰らないでおこうかなって思ってる。こうやってやるからだよね、きっと荷物が増えるの。いや片付けてないとは言ってないから、なんでそうやってそんなこと言うの、なんでそんなこと言うの。ちょっとペンしまおう。いつも片付いてる、片付けていると物がいっぱいある、別に違くない、物がいっぱいあるかだってさ、片付けてる可能性だってあるじゃん。もうよくないよ。それはよくないよ。いつも片付いているはずっていうことは、多分まあ片付いてないよって言ってるから、いや片付いてるよねってフォローしてあげようっていう気持ちでしょ、きっと。でもさ、今の別にさ、片付いてる片付いてない話をしてるわけじゃないじゃないですか。私が誕生日付とか関係ないくないですか。恐竜のリュック今もあるんだ。あるんですよ。そうなんですよ。風邪で頭と体が調子悪くて仕事休みました。あ、そうなの。トコリアンちゃん可愛い。可愛いじゃないよ。おこおこおこ、おこの時だけコメントしてくる人何なんですか。どうなんですか。可愛いもコメントしてください。こんばんは。可愛いじゃないよ。
オートキしか売ってないんだよ確かにそうか、そうだったのか、ごめん煽って、じゃあ煽ってごめん、煽ってごめんなさい。みーぽん昨日なんか歌って踊ってたの見た、すごい頑張ってた、偉いね、偉いよ本当に。中2バレーしてたよ、中学2年生何してたんだろう私、中2か、アンナちゃんのお家は撮影だけになってしまうね、撮影何の話したっけ、あ、中学校の時の話か、中二、中二は3組でしたどうでもいい、どうでもいいね、3組だったよそれ、え、中二って何もしてないよ私、中二ガチ何もしてないわ、バレーはしてたけど何も変わらないみたいな、なんて言ったらいいんだろう、3組だったことぐらい、またお腹なっちゃった、塾とバレエが忙しかったのでは、まあまあまあ普通、普通にそれが日常だったので日常、中学記憶、中学楽しかったからね、割と覚えてたいんだけどな覚えてたいだけでね、でも中3が一番楽しかったな、中1が時に中1のクラスめっちゃ楽しいと思って中1最高と思ってたんです、中1は1組だったんですけど、でも中2の3組になって、いや3組の方が楽しいと思って思って、だからでも運動会できなかったのが悔いで、雨降って台風かなんか来て、なんか雨降って、で無事開催できたんだけど、リレーとかそういうのはなしで、なんかダンスだけみたいな感じのやつだったんですよ、で私はもうリレーとか関係ない人だけど、もう早い人が集まってたの、なんかもう足が速い人たちが集まってるクラスで、もうダントツで勝てるみたいなっていうクラスだったから、ちょっと運動会でリレーができなかったのが悔しいそれだけ、でも中3が一番楽しかった、私は中3は、私 中2の秋ぐらいから乃木坂さん好きだったんですよ、でもその時はひっそり応援してたんですよ、でも中3から私もめっちゃオープンに乃木坂さん大好きですってアピールをしまくってて、だからもう布教活動に励んでいて、私はだから小田活めっちゃしてました、だから乃木坂さんを好きな友達とずっと喋ってたし、もう本当にそれしかしてなかった小田活をしてました、授業中も授業中も、いやいっちゃん可愛いって言ってました、リレー好きやったんや、ミルセンやけんね、デンケンデンケンね、そう楽しいが更新された、そうだけど中3がいっちゃん楽しかった、高校はまた違った意味で楽しかった、なんか変なところでなんか団結力があって、そう、それが良かったですね変なところで、でも中3の終わりぐらいから SU にもハマってて、高1とか高2とかも高校さんに会いに行くために生きてたので、私は
そうなんですよ。クラスのみんながそう田中高校っていう名前をみんな知ってたし、そう昨日会いに行ったんでしょってとか言ってくれてたし、応援してくれてました小田勝を応援してくれてました。そう、会いに行くために勉強も頑張りました、高校生は。あ、でもね、高校の時に隣のクラスに乃木坂好きな子がいて、隣のクラスっていうのか分かんないけど、その子と若月由美さんの舞台見に行ったり、あと違うクラスにも行って、その子と神宮見に行ったりしました。神宮の夏の行ったり、握手会も行きました、その子と。え、懐かしい、2人で行ったわ。で、その若月由美さん推しだったんですけど、その舞台見に行った子、そう STU のも連れてったことあるでしょ、リリーベ、川崎のラゾーナのやつ、風を待つの時一緒に、あ、風待つや、大好きな人を一緒に行きました。そうで2人でハイタッチで、その時にハイタッチ会、私だけ行く予定だったんですけど、買いたい、え、行きたいってその子もなって、一緒にハイタッチ会して、そうした思い出、そう一緒にしました。マジ可愛いねってな、え、めっちゃ仲良かったかも。私 STU 受かったことはあんま言ってなかったんですよ、一人の子しか言ってなかったんでしょ。あ、でもその子にも言ってたわって今思ったその子も言っとったわ。そう、ハイタッチ会、その子から連絡来ないの？来ないね。でもちょっと前、めっちゃ前に話したかも。え、いつ話したっけ？え、でも超前だよ、超前。連絡していいもんなんかね、分からんわ。足びれそう。寒くなってきた。クリスマスの神谷町エリアいたらしいよ。クリスマスの神谷町エリアホール、何、いつ、いつだ、神、クリスマスのいつだろう、何の時、私出てないんじゃない、いつそれ、クリスマス、クリスマス去年じゃないってことよね。いや、去年、去年じゃないよね、一昨年は、やったっけ、なんか、何やったっけ私いないんじゃないかな、私いないやつかな、何やろ、分からんわ。去年だったとかのクリスマスイベント、去年はクリコンじゃない、去年クリコン、去年のクリコン、あそこエディオンじゃないよ、どこだっけ、なんとかホールだよねそれかな、それじゃないやつ、クリスマスの日何してたかな、お話かあったよね、あ、違うっけ、え、わかんない去年の記憶もうないんだけど、去年
んだろうね、わかんないや。あー、ショルミベ捨てたわ、やっぱ。でもなんか捨てるんじゃない。24、ほらクリスマスイブがなんかやってる。あ、クリスマスイブがクリスマスコンサートか。え、25日は、あ、ほら25日お話し会じゃないですか。25日お話し会だよ。懐かしい。そう、ケーキ用意されてた、懐かしい。で、この日からあったんか、ショールームイベント。やば。なんかオートミールでパンケーキ作っとるわ。ねえ、懐かしいね。去年ハロウィン、あ、ハロウィン、あ、エディオンでやったってことか。なんかやったよね、なんだっけ、なんかプライム限定のやつかなんかね、わかんないよ、どうだっけ。そうね、元旦公演外れたからみたいな話だよねした記憶ある。で、去年怒涛の日々すぎてさ、M して出たりとかさ、すごいもう濃厚すぎるもん。ラナちゃんの SU の式とても可愛いです、本当にありがとう可愛くないでしょ、ありがとうね、優しいね、ありがとうございます。
セボイさんハートありがとう。クリさんハートありがとう。飲みの場でおしめ誰なのと聞かれて、アンナちゃん見せると可愛いって言ってくれる。ほんまにありがとう、紹介してくれて紹介してくれて嬉しい、ありがとうございます。ヨイさんハート100個ありがとう。おじいさん真珠ありがとう。モンスターボール昨日までなかったよ。昨日あったかな、わかんないや。今日いたんかな、忘れたわ。ミシボイさんかわいい、ありがとう。アンピにパーマとショート頑張る。ほんまにありがとう、お疲れ。ルピーさん真珠ありがとう。仕事頑張れ、こんばんは。ということで暇なので、これ開ける。卵。ここへの支配者開ける。開けよう。手袋してないわ。いっか。ずっと休めんどくさいんで。しかもなんか売るのってめっちゃ聞かれるんですよ。ママにも聞かれた、なんであんな手袋したん、売るんって言われて売らんよっていうことで、売らない宣言のためにもね、このままやろう。ダルマッカ、懐かしくない、ダルマッカ。ダルマッカめっちゃ懐かしい。寝ているとき押しても引いても決して倒れない、縁起物のモチーフとして人気が高い。なんかなんとかなんとかだるまっかみたいななんかたまごっちみたいな言い方になった。のずパス、この子も懐かしい気がする。世代、世代なんだ。強力な磁石で獲物を引き寄せる、引き寄せ動かす、動かず引き寄せて、引き寄せ動かず狩りをするが、天敵を引き寄せることもある。あー、そういうことか。ビジュアルクリミルダルマッカ、うわー、やっぱそれじゃんね。アンピがモデルのポケモンできたらいいけどね。超懐かしいんだけど、ぼっち超懐かしいんだけど、懐かしい。人と関わることなく命を落とした野良の犬ポケモンが生まれ変わったと言われている。なんかジバニャンみたい犬と関わりたいのかな。うわ、レアだ、ボロトロス。この子も懐かしい、知ってる気がする。ボロトロス、ボルカ、ボバリルラリル、ボルトロルーレットと、ボルトロスボルトロス。大空を飛び回りながらあちこちに雷を落として山火事を起こすので嫌われる。雷を落としたら火事になるんですか、知らんかった。今日私さ、めっちゃ話変わるけどさ、超夢でさ、夢で
なんか、あ、ブラックとホワイト、この子も。なんか夢でさ、何の話したっけ、そう、夢でさ、なんか肌荒れする夢見たんですよ。でもすごい嫌で、起きたら肌荒れてたらどうしようと思って怖くて、鏡見たら全然肌荒れてなかったんですよ。で、あ、なんだって思ったけど、なんか夢占いしたら対人関係が悪くなるって書かれてて、ちょっと恐れ、怖い、恐れてます。次、ひひだるま、うわ、だるまかの進化系、まさかここで揃ったの。体内の炎が燃え盛るほどパワーが高まる、その温度は1400度を超えるってことも。いきなり怖くなるね、凶暴になる。揃った、嬉しい。仕事を遅れる夢を見て焦りました。あるよね、そういう日。私も見ちゃう。シビシラス、一匹の電力は小さいが、たくさんのシビシラスがつながると雷と同じ威力になる。おお、水の中で雷ってどうなんですか、大丈夫なんですか。水の中で雷起きたらどうなるんですか。え、気になる、科学的に。ガピーさん、ありがとう。フォルビー、かわいいウサギ。知らん、この子。あんな危険に敏感、アーマーガーのハートを聞き取ると、あっという間に羽を掘って地面に潜る。どういうこと？あ、危険に敏感、あ、そういうことか。危険に敏感。え、トゲピー、かわいい。え、超かわいい。え、かわいい、柄かわいいね。電気は水の中流れます、ビリビリって。水の中で雷起きたらめっちゃ広がる。あ、そういうこと。あ、確かに。だってさ、なんか手濡れたまま触っちゃダメ、コンセント触っちゃダメとかあるじゃん、ってことだもんね。あ、そういうことか。確かに確かに。魚が大量にブカブカします、そういうこと。やばいじゃん。え、この子危なすぎる。シビシラス、危ない。トゲピー、幸運のシンボル。あ、そうなんだ。殻の中には幸せがたくさん詰まってるという。え、そうなの、トゲピー。そうなんだ、幸せ詰まってるんだね、すげえ。あ、綺麗花、違う絵柄持っとる。通り、時折綺麗花が詰まって踊るような仕草を見せる、太陽を呼ぶ儀式と言われている。あ、そうなんじゃ。え、レア出ないんだけど、悲しい。クチート、初めて聞いた、クチート。口、これもしかして、これが鋼のツルが変形してできた大きな顎で相手をガブリと噛みつけるのだ。え、怖い、怖い、こうこう、クチート、こいつ怖いね。パルディア地方じゃん、ウッパー、かわいい。色が違うってこと、これ。縄張り争いに敗れて陸で暮らすうちに毒の粘膜で体を保護するように生まれ変わった。あ、そうなんじゃん。さ、対応していくってことって大事だと思う。人間もさ、こうやってヒレがないように、ヒレじゃないわ、何これ、なんだっけこれ、ここにさ、なんかあるやん。あ、なって、めっちゃいい、あ、いいカードかと思ったら全然違かった。さっきと同じ綺麗。あ、やっぱいいカードあるわ。いいカード、アートレアっぽいの入ってたわ、やっぱり。あ、クマシュン、懐かしい。え、クマシュン最近見かけたっけ。寒い地域の海辺に多い、鼻水が垂れていない時は病気の可能性がある。逆に、あ、水かきか、水かき。え、逆になんだ。あ、でももともとさ、猿だったらさ、犬かきじゃないわ、水かきないのか。逆に鼻水が出てないと危ないんだね。ズピカ、初めて見た。尻尾を振って発電する、危険を感じると頭を点滅させて仲間に伝える。
電球みたいだね。電球がモチーフなんだろうね、きっと。来るぞ、ヨーギラス。懐かしいヨーギラス。地面深くで生まれ、山ほど土を食べた、食べ終わると体を作るためサナギになる。そうなんじゃん、土食べるんじゃん。ヨーギラス、アートレアだ、嬉しい。アートレア、ヨーギラス、アートレア、とうとう出たアートレアが。スペシャルアートレアないんですかこれ。スペシャルアートレア出したいね。バンギラス。めっちゃなんかリアルみたいな絵。つぼつぼ、つぼのような甲羅の中に溜め込んだ木の実はいつの間にかドロドロのジュースに変わる。あ、この中に木の実入れとんや、でジュースになるんや。めっちゃなんか便利じゃない、この子便利。つぼつぼ便利。懐かしい、かわいい、お星様のようなシルエット。あ、後ろから見たら、その姿から流れ星にやってくると信じられている。この子の説明書きって感じじゃないんだけど。小股な強敵にも恐れず挑む、いざとなると相手にしがみつき体中の刃で貫く。わお、怖いね、こういう、こういう子怖い、こういうの怖くない？多分信念持ってやってくるよ、最後まで追い詰めてくるタイプ、こういう、これって絶対そうよ。だって強敵にも恐れずってことはさ、多分そういうことだよね。こういう子危ない。あ、EX だ、アブソル。これはスーパーレアですね。おお、スーパーレア、スーパーレア。なるべく染みつけないようにしないと。アブソル、嬉しい、クスが出た。キラキラ。そして励ましの手紙。オッケー、販売価格80円。おお、割といい、割といいね。好き。開け方やば。スペシャルアートレア欲しいんだけど。あ、シビシラス2回目。この絵何これ、怖。タイタラン、炎をベロのように使うアイアンとの硬い外骨格をじわじわ溶かしいただくのだ。あー、ポケモン食べるタイプ、いやだ。ポケモン食べるタイプは良くないよ。なんかポテチみたいな開き方しちゃったよ。ポテチだったら多分広がってた。ポケモン食べるタイプ。ああ、ストライク、あ、大好き。この子は私の、そう、あ、あ、うん、嫌いだったけど好きになったポケモンです。なんか言う、なんか最近言うこと聞いてくれて、ちゃんと高速移動で、そう、強くなるんですよ、自分自身、特攻が。そう、いい子。切れ味鋭い釜を使って草むら進む、あまりに速い動きで目が追いつかない。私入れてるんですよ、ゲームで。なんか大好き、ストライク、嬉しい、入れたの。ガマゲロゲ、
なんかさ、知ってますか TikTok でこういうなんかね、こういう丸いのつけて頭になんか音鳴らしたやつみたいな、みたい。コブが起こすバイブレーションがマッサージにいいと老人大人気のポケモンだ。え、老人大人気だって。かわいい。しかも鼻守ってるしね、雨から。かわいすぎる。でも、濡れたいだろうに。あ、チルタリス。違う絵持っとるかも。違う絵のチルタリス持っとる。心が通わった人がいると、柔らかく美しい羽でそっと包み込みハミングする。え、されたい。されたいね、チルタリスに。包み込んでほしい。癒される、絶対。うわー、いいね。超いいじゃん。ヤンカーさん、ありがとう。読んだっけ？読んでないよね。ありがとう。お、あれ？違う絵柄の墓地。さっきと違うよね、絵柄。一緒ですか？お、違うわ。絵柄が違う墓地。出ました。そして、ブロロン、初めて見たこの子。スクラップ工場に放置されたエンジンの謎の毒ポケモンが入り込んで生まれたと言われている。そうなんじゃ。初めて見た。あ、ダルマッカ2回目。あ、ポチの進化系ハカドッグ、やった。進化した。普段墓場で眠っている数いるポケモン、犬ポケモンの中では最も主に忠実だ。そうだよね。だって今までね、生きてきたところでは人間とね、関わらなかったから妖怪になった。妖怪じゃないわ、ポケモンになったからね。そうだよね。そうだよね。人間大好きだろうね、きっと。やった。ガルーラ。え、ガルーラってあれですか？あれに出てきたよね、ポケモンのアニメで。全部ポケモン出てきてるか。あれですよね、ちょうどピチューのやつで出てきたやつだよね。違う？ピチューのやつで分からんわ。ピチューのやつで出てきたやつかな。子供のいないガローラが遭難した人間の子を育てたという記録がある。え、そんな感じでピチューを育てたんじゃなくて、なんかやってなかった？アニメで。なんかいつの日かな、いつかのアニメのやつで。違うんかな。今のポケアニじゃない、最初のシリーズ多分。サトシが寝坊してみたいなやつ。サトシって基本寝坊するのか知らないけど、サトシが寝坊してで、なんかそう、一人遅れて行った時にはピカチュウだったみたいなやつ。いつの間にか持ってたやつ全部開けてた。全部開けてたんだけど。何パック開けた？ 1,2,3,4,5。 え、5パック開けてるよ。びっくり。早くない？ゴミ捨ててくる。もう2枚開けようかな。なんか悔しいから。何が？ちょっとなんかさ、これが最後ですとかって言って開けたかったのさ、別に何もなかったからさ、悔しいから。キラキラもっと欲しい。てかリザードン欲しい。普通にテラスタルしてるリザードンが欲しい。え、まずテラスタル欲しいんだけど。また歯食いしばっちゃった。開かない。開かん。開けたよ。いやでもアンナが照らしたる。あ、またストライク。あ、なんかレアあるっぽそうな気がした今。あとで。
ストライク、またウーパー、またクマシュン、うわー、え、アブソルの EX 柄が違う、待って、これは何、これスペシャルレアで、これダブルレアですかね、ダブルレアかも、あーダブルレアだ、ダブルレア、アートレア、スペシャル、スーパーレア、スペシャルアートレアなんで、こっちの方が上ですね。でもこっちの方がなんかかっこよくない？ポケモンのなんか感じが出る、出てるよ。ダブルレアか。え？ダブルレアで80円？じゃあこれスペシャルレアとも一緒なの？スペシャルレアだった、これスーパーレアだったスーパーレアと同じぐらいの。そしてオーロット、初めて見た、ホグレイからの進化、足の先から細い根っこを伸ばし森の木々と結びつき自在に操る力を持つ、強、500円、え、500円、500円だと話が違ってくるぞ、ほんまに500円ですか、え、えぐくない、500円はえぐくない、500円、ほんとに、え、マジ、ほんまに、500円、500円、こんなソファに置けないよ、500円はマジ500円、え、500円、ちょっと声大きい声です、本当に本当に500円、スーパーレア、これ500円ですか、どれがレア、過去最高はね違うな、ラボテッドさんかわいい、ありがとう、あ、ヨーギラス、ヨーギラスの普通の方だ、さっきレアが、レアじゃないわ、スペシャル、あ、違う、アートレアが出たんですけど、またポテトさんかわいい、ありがとう、今開けてます、お、人影かわいい、え、超かわいくない、人影超かわいい、いい、懐かしい、燃えた時か尻尾に炎がと思って、炎が消えた時その命を終わってしまう、あ、違う絵柄持ってるわ、ジグザグマ、パンダみたい、なんかパンダじゃないか、レッサーパンダみたいじゃない、なんか好奇心旺盛のポケモン、 何にでも興味を持つんでいつもジグザグに歩いてる、あー、なるほどね、あ、トゲキッス、え、懐かしくない、なんかこの子なんか絵柄も懐かしくない、しかもレアだ、嬉しい、恵みを与える存在と言われており、大昔から縁起物として描かれてきた、かわいい、かわいい、え、880円、880円、え、やばないそれ、マジすげえ、すごっ、めっちゃいいやつ出てんじゃん、そう、反応薄かった、やり直したい、パフュートン、パフュ、パフフユ、パフートン、グルトンはね、そこら辺ね、ゲームの中だったらそこら辺いるんですけど、進化系あんま見たことなかった、花のような香りを振りまく筋肉が発達した、足は軽く 5m を飛び越える、筋肉は発達、筋肉が発達した足は軽く 5m を飛び越えるか、意外だね、筋肉質な豚さんでした、え、880円だって、みんなやばくない、だって1パック5枚で100円と思ったら超超やばくないですか、やばい、500円だとしてもやばいけど、こうかな、すごい、
なんか嬉しいわなんかというかそれは嬉しいわ。キラキラ結構出た。確かにキラキラはね入れてるんですよ。実はこれに後ろから入れてて、これは入れてます。ちゃんとライコーとか、これかぶりですね。 V と V スターとかでも入れてます。ちゃんとここはペアでアートレア、アートレアじゃない、アートレアか、ペアで入れてたり、ちょっとこだわりちゃんと詰まってやってるんですよ私。ここ、こことかね、ここ合わせたもん。なんでここピジョン入れとんやろ地味。でもこのピジョンはマスターボールなんですよ、だからレア。ここは全部モンスターボール柄のやつです。なんか見にくいと思うけどモンスターボール柄のやつを入れてます。色で揃えました。ここはこっちに入れたいな、 EX だったら。ピジョンの桶を、あ、でもこれと一緒に入れたいからな。そう、ミュウチューは全部ここで揃えた。ミュウチュー、ミュウチュー、ミュウミュウで揃えました。キラキラでしょ。新しいやつもね買いたいですね。何でしたっけ、これ入れるやつ買いたい、いっぱい入れたいね。入った。こっちはクワス、クワス祭り何回も見せたことあるけど、シールも入れてる。クワスのシールも入れてる。これはね本当はね裏ねチルタリスなんでしょ。だけど裏がねなんか謎にクワスだから入れてます。小井さんありがとう。すごい届かなかったメール届いた、よかった、ありがとう。クワスいっちゃんかわいい、それな、マジでそれな、マジでかわいい。クワスがいっちゃんかわいい、ほんまにそうなんよ。なんかよくわからんけどもう一個ゴミがあったから、私 8パック開けてたら、意外と開けてた。ちょっともうちょっと開けたくなってきた。こうやって沼るんだよね、私のさ性格分かりやすいよね。こうやって沼っていくよ。あ、みーくんペンギンありがとう。ターンの俺今した方がいいかな、どうですか、ずっと見てますか。ペンギンありがとう。アンフィとクワスがこの世で一番可愛い嬉しい、優しいね、ありがとう。ちゃんと入れたよ、入れるよ、ポケモンカードの中に。今までヒロアカのカード入れてたんですけど買いました。ヒロアカのカードとかもすべて実家に送りました。送ったというか持っていきました。うわ夕焼けだ、昨日さ君の名は聞いてさ、君の名さ音楽聞いてさ、超よ、超もうなんか素敵な気分だったよね。いつでも大丈夫です、了解しました。
なんかおる飛行機か、あれはあれは飛行機かヘリコプターか飛行機かどっちなんだい。飛行機なんかな、あれ。あ、遠くに行ってる、行かないで。飛行機だな、あれ。飛行機を見つけました、私肉眼で。もう見えなくなっちゃった、豆粒になっちゃった。 UFO じゃなかった。UFO じゃなかった、悲しいね。同じ空見てるね今。ミサ見たのか知らんけど。君の名はいいね。君の名はいいよね。マジ良くないですかあれ。曲がいい。曲がいい。早くあれあれ、あれってもう DVD 化されてるんですか？スズメの戸締まり。同じ空見てきた。お、やったね。スズメの戸締まり見たい。早く。超好き。1ヶ月が出てる。わお、早いね。あ、見つけた。私も1ヶ月発見。スズメは9月なの？ 9 月20日？え、もうちょっとじゃん。え、じゃあさ、放送されるんかな？いや、まあ、DVD 発売の時に放送されんか。見たい。そんなもうちょっとだったんや。知らんかった。見ましたか？スズメの戸締まり。私見に行きましたよ。ミーハーなんで。めっちゃ面白かった。一人で見に行ったよ。見に行ってないの？あ、そうなの？見てほしい。同じ月見えて幸せです。私もです。スズメの戸締まり泣くよね。もっと元気なんでやねん。どうだろうね、四国出るかね。ミーハーだ。初日強い。初日は強いね。負けたわ。もうマジで10人ぐらいしかいなかった。そんな映画館で見ましたね。作品大好きなんで、もちろん。おお。元気で残業頑張ってよ。1から15、多分15以上いるよ。0個もいるしね、なんなら。そう、ほぼそう、平日に行くの好きなんですよ。でも8月はね、やっぱね、本通りも人多いよね。今日も人多くてビビったもん。平日なのにと思ったけど、あ、夏休みなんかと思って。え、スズメ戸締まり泣くよね。私泣いた記憶ある。え、泣いてないっけ、わかんない。で、感動した気がする。うん、いい子
え、泣く話じゃなかったですか、スズメの戸締まり。わかんない。天気の子ね。なんかさ、天気の子何回見ても、あ、そういう話だったっけってなってびっくりする毎回えみたいな、鉄砲出てくっけって毎回なる。え、泣くよね、スズメの戸締まり。泣くよね、やっぱ泣くわ。泣きましたわ。てかさ、わかんない、ピチューさ2個持ってる気がするけどさ、どっか行ったんですけどさ、今私が頑張っていることはこれね。秒速5センチメートル。スカーレットとプロコンでどっちが優先度高い？え？優先度？どうだろう。プロコンは絶対買いたいよね。挑戦中なんですよ。今だけは ANA 乗ると飛行機の中で見られる時がある。あ、そうなん？でも移動時間に見終われ今。悲しいスズメの戸締まり。ピチューもう一匹いると思うんですけどね。いないんですかね。ちょっとピチュー一匹行方不明なんですよ。泣かされたかな。ホゲーター2匹とニャオハ2匹とポッチャマ3匹とピチュー、本当はもう2匹、もう1匹いるから2体いると思うんですよ。結構ずっと挑戦してるんですよ実は。これですよ。偏りすごくないですか。ピカチュウ、ニャオハ、ホゲータ、クワス、ピチュー、ポッチャマ、イーブイ、ミュウがいるんよ。なのにさ、一生こうなんですけど、なんなんこれ、地域限定なんこれ。なんでこんなクワスで飲んって感じじゃない？意味わからんくない？こんなことある？どう思います？みんなこれ。これちょっとさ、どう思う？でもプロコンはね、プレゼントできないからね。え、できるんですかあれ。え、片寄りすごいよね。どう思う？そんなことある？一生食わすとお風呂入れない、悲しい。出禁にされてるガチ恋だからかな。食わすガチ恋だから出禁にされてますピチューもう一匹いると思うんですけどね。いないかな。ピチュー二匹出した気がする。なのにいなくなりました、ピチュー一匹こっちゃんも可愛いよね。光る。気が向いたらお風呂から出してやるからさ。ニャオハとかさ、1週間ぐらいお風呂場にいたの。どっちかのニャオハ、どっちかのニャオハね、1週間以上ぐらいねずっとお風呂にいたから流されたのかな、ピチュー。わかんないけど色落ちしないよ、入浴剤に入ってる子だし。でもそろそろクワス出したい。今日ちょっとチャレンジしようと思って買った。排水口にいないんよ。排水口にいないんよね。落ちたのかな。それか私どっか置いたっけな。わかんないんですよ。ここに並べる。明日。なあ、ニャオフが立たない。立って。ニャオハ主役感ないよね。
頑張ります。あのこのドクターさんの声が、ことなく届いたしたらいいのにな。そしたらあの二人でこんな言葉交わそう。でんぐり返したい気持ちになった今。わ、でんぐり返したい気持ちがソファに落ちてしまった。ホゲータが落ちている。こんばんは。なんか話題ないですかね。会話の話題、買い物は大丈夫ですかね。明日名古屋のためのピオリン、ピオリンのね、ちゃんと紙留めは持っていく予定だよ。あと靴下も用意してる。見せようかな。やっぱ見せないでおく。トゥ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 。なんかさ、もう美味しいもん欲しくなくない？楽しみなんだけど、名古屋楽しみ。やばい、名古屋楽しみすぎるんだけど。名古屋大好き私。だってさ、もうさ、あんなグルメが美味しいとかなくない？いっちゃんグルメ食べてるよ。福岡もだけど。いや、2日間あるのいいね。2日間楽しめる。ひつまぶしね、あるね。地面に手羽先に天むすひつまむし、あとなんだろう。名古屋フェス出席率高め。あ、そうかな。そうね、昼夜あるとね、忙しいね。味噌カツね、泊まりで2日間あるから楽しみ、楽しみに。全国ツアーの醍醐味ね、ファンの人の醍醐味でもありますから、楽しんでいただきたい。ファンの人にもあんかけスパゲッティ、モーニング、うね、モーニングね。いっぱいあるじゃん。財布がピエになるの。味噌煮込みうどんありますね。あるね、食べたことないけど。あるね。雑な開け方しちゃった。ストロー欲しい。アントースト？親子丼？そうなんじゃ。あ、おぐりトーストね。つけて味噌、かけて味噌。え、それ名古屋ですか？つけて味噌、かけて味噌。パパがなんか言ってたんよ。ダースに教えてもらった。何ダース？塩ラーメン。ハリンゴさん、真珠ありがとう。かけちゅう。明日日帰りじゃないよ。2日間公演あるから。2日間あるでしょ、公演。夜公演だけで。つけて味噌、かけて味噌、家で使ってる。それ名古屋のやつですか？木曜日名古屋行きます。ありがとう。エビフライサンド、初めて聞いた。エビフライサンドってあるんだ。あんまりないよね。え、ありますか？普通にカツサンドとかあるけど。何のやつのやつなら、つけて味噌、かけて味噌。なんかパパがなんかつけて味噌、なんかかけて味噌みたいな、ずっとなんかパパとママずっとなんか言ってたんですよ。
何なんそれって言ったら栄養上がらんとかって言ってたんですよ。それかそうなんじゃ。ここ痛い私。誰か教えてください、ここが痛い。ここ顎がこうやって、ここちょうどさ折り返しのここの骨あるじゃんのところらへん。ダンス須田あかりさんのことね。ニックネームなんですか。知らなかった、ダンスって呼ばれてるの。赤から見え目、あそうなんや。あと首も痛いです。首のここ、首がこうあるじゃんのここです痛いです。誰と同室かはそんなん分からん。先に一人部屋か二人部屋かもその当日の夜にならんと分からん。分からんのでしょ。目が疲れてんのかな、大根達人で疲れたのかな結婚してありがとう、さまきありがとう。静岡の爽やかでハンバーグ食べ、待ってずるい、なんで待ってずるすぎない、なんで私を誘ってくれないの、ずるいずるいよ、とてもずるい。それは私さやか食べたことないのに泣いちゃう、とんとつの涙、心の困りごと相談室さん、あタイミングいい、も私泣きそうだったの。ありがとう花束受け取ります。残業合間頑張れ、残業の人多いね、応援してます。名古屋の紙どうしよう、明日1公演か、1公演なら何がいいんかな。シャチホコみたいな髪の毛にしようかな、こうやって自分見たことない、めっちゃ並ぶんですよね。そんなことない、みつさんの髪型できるのかな、エビフライ確かにエビフライはできるよね、確かにこうやって爽やかの対比語はベトベト、分からんけど分からんけどね、どういうことそういうことかな、分かんない、どういうこと、そういうことかな、ベトベトでいいのかな。ビューティフルフライ、センキュー。エビフライとエビ天の違い学んでたよ。エビ天って天むすみたいな感じってことですよね。シャチホコで嫌です。シャチホコヘアあるの？わからん。どうしよう髪の毛。でも落ち着いた髪の毛がいいんですよね。ユニットを考えて。そう。だから高めについてるしたくないよね。スルッとした課外活動かな、皆さん課外活動ですよ。手羽先、手羽先これフ食べないで。こんばんは。
今アニメ見てないです。 YouTube 最近めっちゃ好きで YouTube ずっと見てます。あんまり言えない。めっちゃ尖ってる人が好きなので、めっちゃ結構尖ってるの見ちゃう。だからずっと言えないですけど、そう YouTube めっちゃ見てる。はあ、言えるのは、でもなんか食べ放題行ってみたとかは見るかも。炎上はしないよみたいな感じのやつです。炎上はしないよ、炎上はしないけど尖ってるなみたいな感じの YouTuber 見てます。その炎上系 YouTuber を見てるわけではありません。そう、なんかどこまでいいのか分かんないよね、言っていいのか。台湾ラーメン激辛です。あ、そうなんや、頑張って。名古屋飯美味しいから太って帰れそう。それな、絶対そう。何の話してたっけ。あ、そう YouTube、 そうアニメ見てないんですよ最近。そう Netflix 開いてないだから私最近。そう YouTube でを見て暮らしてる。何見てるかな、なんか、あ、でもチョコレートプラネットさんは見てます。見てる。心霊系も実家に帰るときしか見ないです。フォローはしてるけど、見たいなと思ったのはそう印入れといて実家帰るときに見ます。白石麻衣さんとか見ますね。トータルテンボスさんの YouTube が好き。あ、そうね。実家に帰る新幹線とか、そう、もう家出る直前の時の時に見ます。その実家行く時の、あとは除霊企画は結構割とどこでも見ます。除霊はなんか除霊されるから見る。あ、なんか勝手に始まりそうだった。ムクエナさんめっちゃ見ます、好きです。女の子なんですけど、そうなんかさ、ちょっとなんか言っていいのか、なんか微妙な人たちなのであんまりあれなんですけど、動物系とかマジ見ないですね。尖ってる人ばっかり見てます。なんか尖ってるっていうか、なんて言ったらいいんだろう、でも尖りがないとやっていけないんだろうなと思いますけど、尖ってますね。癒しは見てないし、癒しはツイッターで満足してる。ハリネズミ、あんま見ないな。それこそチアは好きなのに、見るのはポメラニアンばっかりです。タヌキガモのポメラニアンばっかり見てますし、とかはそうずっと見てます。ツイッターだと、TikTok だと最近めっちゃバレーがなんかめっちゃ回ってくるようになって、気づいたら見てます。猫見ないですね。お疲れ。あと何、TikTok 何見てるんだろう私。名前は知ってる。クワスぐらいあんなが好き。おお、並んでる、ありがとう。お笑い芸人さんのね YouTube 面白いですよね。面白い。しかもさ、ちょっとさテレビとは違う雰囲気じゃん、だから好き。かまいたちさんとか見てます。
他にも見てる人いるんですけど、ちょっと尖ってるので言わないですそう、あとユニバね、ユニバ関連は超見ます、超見る。あとなんかすごいんですよ、ハリポッターオタクみたいな。私はもうにわかなので、とてもこんな風にね、もう背景がポケモンになってしまうぐらいにわかなんですよね、その時の流れというかなんですけど、まあ、ガチオタクの人とかの TikTok とか見てほしい。ハリーポッターのガチオタクの人の TikTok とかすごいんですよ。なんかねマジでね、ハリーポッターしか生きてんじゃないみたいな。もう荷物とかもカバンとかのなんかハリーポッター行く時のなんか荷造りみたいな動画とかあるんですけど、超面白い、すげーってなるから見てほしい。確かにニバ関連見たらほぼ私と同じものそう、初めて聞いた。何ですか？初めて聞きました。心霊系ってことですかね。怖いですか？気になる、気になる。都市伝説とかも見ますね都市伝説すぐ忘れちゃうけど、都合のいいことしか覚えられないから自分に関係ないことだったりとか、なんかね、どっか日本じゃないこととかだったらすぐ聞いても忘れる日本のこととか覚えられるんですけどね、何でも解説してくれる。TikTok ですか、 YouTube ですか。ゆっくりレイムって読むんですか。ゆっくりレイム、なんて読むやろ。マリサたち気になる、気になる。スピリチュアル系いいですよね、好きです。増えてないよ全然全然増えてないですよ。1匹増えたかな、でもちょっと最近、ほんのつい最近、この子かな、この子が増えました。 YouTube か、何でしたっけ。次はレイムだった。これか。3匹はもうね、大体まとめたら、えまとめたら3匹になるのこれそうにゃに出てこないんだけど、あ、これ、あ、この子たちのこと、この人形みたいな子たちってこと。勝手に増殖してるの。チャンネルはどれ？うん。え、何これ？気になるこれ。
全然違うやつ見てたわし、全然知らない。飛行機事故回数の、え、それは良くないよ、それ良くないよ飛行機乗るんで飛行機の事故解説動画結構見ます。良くない。え、乗れるのそれで。え、乗れるんですか。あ、乗れてるのか実際。乗る、ね、ちょっと怖くない。じゃあ、あらゆることを考えてってことかな。こうなったらこう逃げようっていうプランができるのかな、頭の中で。俺もよく見る、怖ない。でも大事だよね、だって怖いことから逃げるってダメだと思う。確かに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 。あ、そうなの。へえー、そうなんじゃ。ここまで事故の再発防止してるから大丈夫と思います。そっかそっか、そりゃそうか。でもそういうのも見ても私怖くなって寝れなくなる、いろいろ考えて。世の中怖い人がいるんだと思ってそう今日 YouTube 見てて、世の中こんな人がいるんだと思って怖くなったもん。そう、怖くないですか。飛行機は関係ないけどさ、こんなことが起きたらとかさ、そのなんかこういう事件、なんかこういう事件があった全貌みたいな話とかもそのあるじゃないですか。そういうの好きで見るんですよ。怖くなる。いや、世の中にそういう人がいるんだって思うと、しかも窓から入ってきたらどうしようとか全部悪いこと考えるようになっちゃうから。あ、でもさ、え、めっちゃ話変えていい？人が一番怖い。あ、そうなんですよ。話変えていいですかね。私のお母さんの弟がすごい見える人なんですよ、幽霊を。で、最近ちょっと前まで3年ぐらい、どこだっけ、タイだっけ、台湾、タイかな、インドネシア、インドネシアだから、そこら辺で、そう、仕事の都合上引っ越してたんですよ、その家族みんなで。今日本に帰ってきてるんですけど、なんかある、その2人子供がいて、4つ下5つ下の子と、もっと下の子、その子の2つ下の子がいるんですけど、いとこ、私のいとこなんですけど、その長男の方の子供部屋に、なんか黒い人がいたんですって。幽霊でずっといるらしくて、ずっと外の方見てるらしくて、マレーシアだ、ママからマレーシアって来た、全然違ったそうそう、でずっと見えてたらしくて、でも子供は見えてないし、誰も見えてないから、しかも危害こむらないから別にいっかって思ったけど、いろんなその長女の部屋でも寝たし、その自分の部屋でも寝たし、いろんな部屋で寝た結果、その長男の部屋にしかいないらしいの、その幽霊は。でも黒い影、なんかもう全身黒みたいな、コナン君の犯人みたいな感じで、でもずっと窓外見てて、何もしてこないし、そうけど、ずっと最初から最後までいたんだって。最初から最後まで、引っ越す時から、引っ越したからと引っ越すまでとずっといたっていう話を聞いて、でもそれはさすがに、その子供に言ったらね、さすがにビビっちゃうから言わなかったけど、そう、見える人って怖くない？怖いよね。そこで寝れるのすごいよね。え、すごいよね、すごいわ。見えるって辛いなって思ったもん。しかも黒い影って一番悪いって言われてるんですよ。だけど普通に外見てる人だったらしい。だからなんか外になんかあったんですかね素顔見れたかも。犯人はあなたですね。うーん、気になる。
気になるね。一回この家来てほしいもん、鑑定来てほしいもん、いるかどうか見てほしい。ちなみにその私のお母さんの実家はお化けいないらしいです。私行くの怖くなったって言ったら、いや、いないから大丈夫って言ってたよってそう言ってたからちょっと安心。この量見てほしい、間違えた、この家見てほしい、この家見てほしいですはい、イギリスだと幽霊出る。黒い人1週間部屋の隅にいました。え、家に見えるんですか、見える人ですか。何もなかったんですか、大丈夫だったんですか、気になる。体調悪かったですか、大丈夫ですか、隅にいても何もならないんですか、どうもならないんですか、虫の部屋いますか気になる。ちょっと失言をしてしまったので書き消したいので教えてほしいです書き消したいので。コメントしてほしい、みんなコメント止めないでほしい。本当になんでコメント止めるんですか、どういう意図があってコメント止めてるんですか。配信見てないんですか、聞いてるだけですか、もうコメント打つてだるいですか。上にいる、あ、そうなの、そうだった。最近森城やめましたよ。今日の夜ご飯何がいい、何でもいいよご飯食べながらだから許さん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 。え、気になる、質問攻めしすぎたからご飯中なのかもよ。許さん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 私ご飯我慢してるんだから。こんばんは。お風呂中も許さん冷やし中華いいね、いいですね。黄身も美味しいよ。何の話してんの、何が美味しいの何の話してるわけ。質問攻めしたから怖くなっちゃったかな、私は。質問攻めしすぎたらダメなのかな、あれあれ会話終わってたなんで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 、質問攻めしたのにそれに対して返ってこなかった、悲しい逆立ちしてるんだったらいいけど、本当に逆立ちしてないとダメだよ。かけいさん来ないな、ターのお礼したいんですけど、いるのかな、もしかして。晩ご飯食べたんだよ、今から食べるんじゃない、食べたんだよ。こんばんは、金さんありがとう。もう終わろうかな。トカケイさんいらっしゃらないかな。ミーくんのお礼しよう。クマタワーありがとうございます、ありがとう。福岡2公演ありがとうございました。レッスン解消してくれましたか、ありがとう。次会えるのも楽しみにしています。名古屋来るかな、名古屋美味しいもんいっぱいだから最高だね。
福岡も美味しいもん食べてて羨までした。羨ましい、絶対美味しいじゃん。美味しかったじゃん。羨ましい。次も楽しみしてます。花だれ公園ももしよかったら待ってます。ありがとう、タワーありがとうございます。名古屋2日目行きます。お、楽しみ。ありがとう、楽しみだね。あれ書いたのに、あった、花だれ出るよ。9月9日出てるよ、新メンバー。え、出てるよね。だって言われたもんね、安否出るんだねって言われた、言われた。大丈夫。え、ちょっと心配になってきた。出るんですか私出ますか私。アットジャムも、うん、あ、出てた、よかった。ケン、レインボースタータワーありがとう。たくさんタワーありがとうございます。ウレピーマンです。公演待ってます。9月9日待ってます学校も頑張ってね、応援してます。早起きなんかな。私はその分いっぱい寝るので早く頑張ってください。ありがとう、ありがとうございました。は行きます。ありがとう、ドラゴンさん、レモスターありがとう。お疲れ。四国くん寝ました、ありがとう。リゾートって何ですか。香川普通だよ普通何も言わずに立ってて、そうね、9月8日の四国とスタジオは出てないんですけど、まあどうなるのかわかんないけど、ワンチャン2日連続もあるかもしれんけん、待ってます。検討してください。なんで出ないんだろう9月8日わかんないけど、ステージのあれとかも関係あるからしょうがないから、みんな待ってますよ。全メンバー出るのが楽しみです。出れたらいいな。夕飯食べたよ。始めたい趣味？これ以上何か始めたらやばいんじゃない？私ダメだよ、ダメだよ、そんなこと言っちゃダメだよ。もう私は新しい趣味はやりません。応援しまくります。ありがとう。
音で曖昧になってた。もう練習しないと、それは練習してください。やりません。やりますの意味のやりませんじゃないですよ。やりませんの意味のやりませんですよ。新しい趣味。本当ですよ、嘘じゃないよ。来週、今週じゃなくて来週？小物の太鼓は大丈夫、置き場に困るから。来週と再来週か。来週は忙しいんじゃなくて？うちら忙しいんじゃなくてか？来週って。うちらって誰やねんって感じよね。こちら。今週か来週か。あ、ちょうどあれ、なんか8月1日じゃないですか。渋谷終わってるか。渋谷終わってるじゃないですか。わからん、検討ぐらい。検討。もう再来週、来週になるともう渋谷のツアーも終わってるんですよ。やばくないですか。やば。でも9月になってんだよ、みんな楽しみだね。早いね。これ浮き輪のコース、これコナン君天国のカウントダウン。でもなんか落ち着いてるよね、卒業発表してからさ。なんかね、なんか今めっちゃ落ち着いてるよね。卒業発表してない気分だもん。今月はまだ鳴ってない。今日はまだ鳴ってない。何が？もうあるけどね。13時までいるんかね、わからん。私も知らないんですよ。どうなんじゃろ。あ、渋谷に少なくとも、確かにね、渋谷にいるはいるわ。そう、年内いっぱいいる可能性はないです。ない。希望を持たせないよ。アテナブロック、ああ。優しい言葉で、優しいでしょ。オタクやめようって言ってやめてる人見たことない。
マジ見たことない。40分遅れ行きたく、辛いね、悲しいね。9月はこんな早く来るよ。だって8月イベントいっぱいだったもん。楽しいですからね。そうですね、楽しいですし、沼ですからね、みんなメンバーなんか お里宣言される方いらっしゃるんですけど、私に対して別にその宣言は待ってないし、別に嬉しくもなんともないので別にそんな報告大丈夫です。お腹読みますわいける。歌く人生ほど楽しいものない、ほんと楽しいよ。私たちも来てくれて嬉しいからね。9月は学校がないからです。確かに楽しい日々ばかりだね。言いませんやめそうって言われたけど、いや、やめないよいや、やめないよ死なって大丈夫、みんなやめません。お仕事は9月でちょっとバタバタ、ああバタバタするね。むずくない？趣味をやめるって結構割とむずくない？なんかのなんか始めないとさ、やめれんくない？普通に考えてしない？だってさ、ポケモンもさ、やめるのむずいもん。むずくない？やめるのむずいもん。更新になります。おお、10年超えた。おお、楽しさの作り方。昔別の現場で見た人見たの趣味やめたら仕事頑張る意味が、確かにそうね。だってそのために頑張ろうって思えてるもんね。確かに、これ以上楽しいものは見つからないよ。そうだよね、そうだよ、みんなそうなんだよ。ラスボス倒す前にデート消えたらさすがにやめるやろ。うわー、やる気なくなるねいやー、そうだよ、楽しいからね。確かにおたとも最高だよね。だって趣味の合う仲間たちですもん絶対楽しいじゃん。で、話めっちゃ合うわけでしょ。会社と違ってさ、理解があってさ、それな、尊いって感じじゃん尊いって言うのか知らないけど。食べたやん。今日の仕事頑張ってるとこあります。それな、そうだよね。おしめのために生きとるよな。その時の感情任せていきます。そうだね、いいね。卒業したら名前変えた方がいいですかね。私、あ、このショールーム名前、前からそれだった。前何だった。常に心の中でカウンターする生活握手ね、再開されるんですかね。どうなんですかね。雨もファストになっちゃうの、やばいやばい
人間ではありたいんだけど、人間の方がやれること多いから。前の名前から、前の名前なんだったの、前の名前が分かんないんだよね。何ですか前の名前、昨日言ったよね、な名前なんだっけ、前の名前なんだっけ言ったよね。アンペンのおかげです、お、どうもありがとうまだ会える機会あるんだから頑張りなさいよ。アンペゲラですか、そうですか、名前 P ついてるよね、確かに。クワスが全部安否になってもうっといよ。秘密でお願いします秘密なの、ひっそり教えてくれないの、誰、誰誰分からん。あと何回会えるだろうか。そうね、9日待ってます。まずは9日、9月9日99待ってます。ドゥ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 、やだ、前髪ありがいいじゃあなんで前髪なしで配信するんだよって話だよね。それな、めんどくさいんだよ。息をする心感、片手で数えるぐらい、そんなに、わあ知ってたかっこでも直近ではライブ行ってる方、確かにもっと早くから来てほしかったな、卒業前から意地悪ごめんね、見つけやすいかも。おんまゆは嫌です、嫌です、嫌だそう、おでこ見せてるの、落ち込みます。もしは木曜日、あいつのツアー行くの楽しみです。ありがとう。私も楽しみしてます。湯島遠いしなーって言われましても。会いに来てほしいのに。すごい可愛くなる。ありがとう。それな、耳毛可愛いと思った。それ話したんでしょ、さっき。食べたい。お前好きなの、好きなのはいいよ、別に。好きなのはいい。けど、いや夏もそろそろ終わりですね。それな。楽しい夏にしていきましょう。あいつなんで平日やねん。ビヤン。来れないのか。楽しんでくるね。たくさん会いに行けたし、お話会行けたから悔いないよ。本当ですか、悔いないですか、いいんですか安心して話せる人いません、 ありがとう。バレエ公演、本当に、唇に濃いめ、あ、そうなんじゃ、雨模様、やだ、名古屋のご飯食べたい。明日明後日は上手、どっちに行った方がいい、選べるんですか席、名古屋、立てるやつ、立てるスタンディングですか、名古屋って、違いますよね、スタンディングですか。クレーンゲームで耳毛取ってきた、いいな、耳毛のなんかさ、なんか肩が下げるやつみたいな、めっちゃ欲しいと思ったけど取らんかったけどね、いいな、スタンディングなの、あ、そうなの、どっちでもいいよ、どっちも見どころ、どっちも行くよね、どっちが多いんだろう、曲によるな、って感じ、
あるんかい。味噌煮込みうどん2時まで。肌綺麗ありがとう。今日皮膚科行ったんですよ。スタンディングなんだ、大変だね。てかさ、うん、やめよう、やっぱりやめよう。孤独なバレリーナね。真ん中よりどっちかの方がいいんじゃない？わかんないけど。福岡絶対もう、もう丸見えだったよね。ミスパンだけど。なんか、その後ステージの下下がるタイミングあって、見たら、え？みたいな。こんな感じな見え方みたいな。びっくりした。びっくりしましたよ。ということで、そうそう、壇上を読みたいと思います。びっくりしたよ、私降りた時に、えみたいな。詳しく見てません。ほんまに。うん、よかったよかった。びっくりした。そんな見方してないよ。怪しい、怪しいね。名古屋で会いましょう。配信で見た、あ、配信で見た方は確かにね、大丈夫だ。そっち見てなかったな、なんだよそっちって。びっくりしたもん、私。怪しい目で見てない、なら、なら。詳しく見てなかった、首痛くなった。確かに、めっちゃ高いね。そう、そういう言いたいことはそういうこと。では、壇上見ます。13位。しみしめさん、12位なおともさん、11位どうこさん、10位やまとさん、9位あはやりんごさん、8位あやすらもんさん、7位しおりんさん、6位よしここくん、5位きこりさん、4位せらさん、3位おかぴさん、すきぴー、2位みーくん、すきぴー、1位けん、大好きぴー、たわありがとうございます。たわ、何日か連続ありがとう。もちろんとは。猫ちゃん、でもね、ヒタームレクとモイスエヴァも短くないですか？あと短くないですか？あれ普通に、だってもう、だってあれと一緒だもん、中のさ店番みたいなやつとさ同じぐらいの長さだもん。びっくりしたもん、みたいな、短くないですかって何回も聞いたもん。でもそういう長さだよって言われて、でアイパンも同じこと言ってた、短くないですかって言ってた。意外と短いんよあれ、思ったより。短いよね、短いよねあれ。いやあれはね、丸見えじゃない。夏好きはマジお尻丸見え。だけど短いよね、短かった。私だけあれ短いの、なんか短いよねあれ。そう、意識してなかったのが正解なんですけどね。短かったっていうのはおかしいんですけどね、その発言としては。夏好きはパンツ、パンツじゃない、もうお尻が丸見えてる。本当に本当にあれはすごい。 SE 基準では短い、確かにアイドルとしては普通かもしれんけど、そう、超 SE には数少ないからね、慣れなくて。びっくりする。注目しないでください、注目したらビンタですね。では終わります、ありがとうございました。早く寝ましょう。はい。